にちは、萌です。今回はですね、また皆さんにお聞きしたいことがあって、撮っております。ちょっと前の動画で絵のサイズについて質問をこちらからねさせてもらいました。どういうサイズが適しているのか、皆さんが欲しいのかっていうのを聞いたんですが、そしたらコメントねいっぱいいただきまして、ありがとうございます。コメントをいただいて、でそのコメントでやっぱり日本では小さいサイズがね家にはいいのかなっていうことだったんですけど、今日はまたちょっとそれと関連するもので質問、こちらからねちょっと聞きたいことがあって、動画にしたいと思います。で、何なのかというとですね、まあ、絵を飾るサイズはまあ小さいものだなっていうのが分かりました。もちろんね大きいやつって私も大きいの描く方が好きなんですけど、こう飾るスペースがないところの方が多いんですよ。なので、まあ、お店とかホテルとかそういったところ、オフィスとかね、そういうところだと飾れるけれども、まあ、お家で個人的に所有するのは難しいなっていうので、じゃあ小さいサイズでどんな絵が欲しいのかちょっと聞きたいなと思って、皆さんこれコメントいただけたらね嬉しいんですけど、私もコメントじゃない、個展をやった時にこういくつか私のシリーズを、一番最初に日本で個展をした時は、全シリーズじゃないんですけど、まあ4個か5個種類を混ぜて個展をしました。でその時にアンケートを取って、まあ、どのシリーズが好きだったかっていうアンケートは取ったんですよ。でまあ来てくださった方は、まあ、100人以上ね来てくださったんですけど、その時の方々はこれのが好きなんだなっていうのは把握したんですけど、例えばまあこの YouTube 見てくださってる方で、まあ、家に飾りたいなって思うものってどういうものなのかっていうのをですねちょっとアンケート取りたいなと思いまして、例えば、まあ、小さいサイズだとなんかこうなんだろうな、大きいサイズだからこそいいものってあったりするんですけど、小さいサイズで例えば抽象画が欲しい、飾りたいなって思うのか、人物画が飾りたいなって思うのか、ちょっとポップな感じの色が明るいものの方がいいのか、それともこう部屋に馴染むようなあんまりこう目立たないような色がいいのかとかですね、シンプルなのがいいのか複雑なものがいいのかとか、まあ、本当に多分これって買う人の好みだと思うので、もうみんなさバラバラだと思うんですけど、それでもですねこうコメントをくださる方の意見を聞きたくて、ちょっと動画にしております。なのでね、何でもいいので、私はこういうのが好みだなとか、こういうのだったら部屋に飾りたいと思うなとか、もし私の絵をシリーズを知ってくださってる方だったら、このシリーズの小さいのだったら欲しいなとか、そういうのがあればコメント欄に残してもらえたらとっても嬉しいです。で、というのもですね、今年は個展をしようと思ってるんですよ。去年はね個展しなかったんで、その前はしたんですけどね、今年は個展したくって、でその時にまあ大体ちょっと出すもの、最初の個展、まあ何回か個展できたらとてもいいなと思うんですけど、最初の個展は、ちょっと春頃に考えてるんですけど、その個展ではですね、ちょっとポップ系な感じ、可愛らしい感じとか、ポップな感じのシリーズを出そうかなって思ってます。まあ、場所柄もねそうなんですけど、ちょっと場所も詳細が決まったら発表したいと思うんですけど、そういうちょっとポップな感じのやつで、そこではあんまり小さいサイズは売らない予定なんですよね。なので、まあ、難しいかもしれないですけど、ポップなやつねとか、あとは私が、自分で気に入っているちょっとオイルシリーズ、昔の画家さんのやつとか、油絵で描いたやつとかもね、それもまだ個展では出したことがないので出してみたいなっていうのもあるんですよ。あれは比較的ちょっと小さめで、8号とか10号とかそれぐらいなんですよね、サイズ的には。なのでまあ皆さんのお家にも飾りやすいかなっていうものかなって思います。あとは本当に最近ね、ちょっと本当に小さいの全然描いてなくって、描こうかなと思ってはいるんですけど、やっぱりね大きいの描いちゃうので、
小さいの描くならどんなのがいいのかだとか、例えば風景画でもいいなと思った風景画はそりゃあの自分のね好みだったらいいとは思うんですけど、私の場合自分が行ったことあってその時の感情も含めいいなと思うものを絵にしているので、まあ、皆様からしたら例えばそこに行ったことがある人とか好きだなって思う人とかだったらいいなって思うかもしれないんですけど、行ったこともないところを書かれてもあんまりかなとか思うのかなとか、例えばモネぐらいだったらもちろんなんかどこでも行ったことない絵でも、まあ、私はモネが一番好きなので思っちゃうんですけど、行ったことないところでもそこがどこかわからないとしても絵としてすごく素敵だから欲しいなと思っちゃったりとか、あの、まあ、全てね、まあ、もうどこだろうがあのその人が描くものだからっていうのもあるし、その絵が素敵だからいいなって思うんですけど、私みたいな普通の画家がですね描いたものだったらどういうものが皆さんいいのかなとか、そういうのが気になって、おります。なのでなんかそれこそちょっと見た目が可愛らしいものがいいとかね、なんか本当に好みによると思うので答えるのも難しいかなとも思うんですけど、本当に個人的な意見で構わないのでですね、何かこういうのがいいなとかあったら教えてほしいなと思います。はい、なんかちょっと外が騒がしいですが、そうですね、あとは何かな、まあ、個展をしたいんですが、個展では出さないものもいっぱいあるので、というのもいっぱい書いてるからいっぱいあるんですよ、なんですけどそれを全部個展で出すことはできないので、あのネット上でね発表はしてるんですけど、プラス、ウェブサイトの方でも売っております。でちょっと前にもですね、アメリカから私の絵を買ってくださった方がいました。それはですね、それもめっちゃちっちゃいやつだったんですけど3つね買ってもらいました。で、全然知らない方で普通にネットでオーダーしてくれたんですけど、あの皆さんもぜひぜひ、あんまり宣伝してないんですけどオンラインでも、販売しておりますので、ぜひぜひチェックしてもらえたらと思います。であとは、オーダーも受け付けているのでですね、こういう絵が描いてほしいなとか、この絵が欲しいけどちょっとサイズが違うからこういうサイズが欲しいんだけどっていうのでも大丈夫なので、何かあればですね、Eメールかインスタとかの DM でいただけたらなと思います。で価格は、まあ、あのオンラインで売ってるぐらいのサイズでね見てもらえたらと思います。はい、ということで、今回はちょっと質問だったんですけど、また、コメントで答えてもらえたら嬉しいです。ということでですね、まあ、そのコメントじゃなくてもね、あの質問などあれば、この答えじゃなくても普通に他のね何か質問とかあればですね、ぜひぜひコメントいただけたらと思います。ということで、また次の動画で。バイバイ。